アリッサ・ミラノはアメリカ合衆国の女優、デザイナー、事前活動家、元歌手。ニューヨーク州ニューヨークブルックリン生まれ、イタリア系。2歳からダンスを学び、8歳の時にアニーの地方公演に参加。その後、ジェーンエアなどの公演にも参加する。1984年のテレビシリーズ、フーズ・ザ・ボスのサマンサ役で注目され。 アイドル女優の一人に数えられるようになる。1985年の映画、コマンドーのアーノルド・シュワルツェネッガーの娘役が評判になりその人気を不動のものとした。日本でもアメリカの後藤久美子と注目、アイドル雑誌などに特集が組まれるほどであった。それらの人気の高まりを受けシンガーとしても活動しており、ポニーキャニオンから4枚のアルバムと1枚のコンピレーションを オリコンチャートに送り込むなど、一定の成功を収めている。その後は、低迷期が続き、ボディーヒートに、挑発や、レディバンパイア陰夢伝説でヌードを披露するが、不発に終わった。しかし、1998年から始まった、チャームド魔女三姉妹では三女を演じて、好評となり、第四シーズンからはシャナンド・ハーティーの降板のため一番手に、昇格し、 第5シーズンからは制作も兼任した。チャームド終了後も映画やテレビに多く出演している。現在はユニセフでの活動にも力を注いでおり、親善大使としてアンゴラヤコソボを訪問した。2014年には久々に日本の TV、CM、ウェンシャンプーに出演している。1987年から1990年まで俳優のコリー・ハイムと交際。 この他にも、下記の野球選手との交際も含めて、数多くの著名人との噂や交際発覚があり、恋多きい女性として知られた。1999年1月に作曲家の新純帝都と結婚したが、同年の11月にスピード離婚。2009年1月にハリウッドエージェントのデビット、ブグリアリと婚約し、2009年8月に結婚した。 2011年8月に男児を出産し、マイロと命名した。2014年の9月には女児を出産した。年間ボックスシートを買うほどの熱狂的なドジャースファンでもある。これまでカール・パバーのバリー・ジド・ブラッド・ペニーといった有名野球選手との交際歴があり、野球のブログを書いていたこともある。ただし、その経験から野球選手は子供っぽいと考えており、 恋愛とはつながらないと語ったことがある。ありがとうございます。